いい天気、畑仕事日和ね。前世の記憶を取り戻してから数ヶ月、今や畑作りは私の趣味になっている。姉さん、手伝おうか？僕も手伝いますよ、カタリナ。ありがとう、二人とも。ん？しおれてる。水も肥料もやっているのに、どうしてかしら。元気出して、姉さん。ほら、立ってください。姉さんのことはご心配なく、ジオルド様。それにこう毎日のように出向いていただかなくても結構ですよ。君の方こそいつもべったりカタリナにくっついていなくても良いのですよ、キース。しっかり仲良くなったな。カタリナ、お茶会の招待状が届いているのだけど、行ってみるかい？やばい。無理です、旦那様。カタリナはこの通り全くマナーがなっていないのですから、うん、それはまあ。でも実践で学べば身につくかもしれないよ。確かにそうは思いますが。そうだ、キースについて行ってもらったらどうだい？キースがいれば安心だろう。姉さんと一緒なら喜んで行きます。ありがとう、助かるな。あれ、私が姉なのにキースに付き添われないとダメな子になってない？本日は我が家のお茶会へご参加いただきありがとうございます。こちらこそ、お招きいただいてありがとうございます。ようこそお越しくださいました。どうぞごゆっくりなさってください。はい。はじめまして、四女のメアリハントです。はじめまして、メアリ様。さあどうぞ中へ。あ、はい。あなたがカタリナ・クライス様？ジオルド王子のご婚約者の？お噂は聞いております。お会いできて嬉しいですわ。ああ、カタリナ様、私もご挨拶を。私も。はい。へえ、挨拶回りをするだけでクタクタだわ。みんなおしゃべりに夢中で全然減らないのね。もったいない。袋があったら詰めて持って帰りたいわ。姉さん、どうしたの、ぼんやりして。まさかお菓子を家に持って帰ろうとか思ってないよね。すごいわ、よくわかったわね。はあ、よくわかったわねじゃないよ。そんなことしたらクライス家の品位を疑われるよ。それにお母様にバレたら大変だよ。この前3秒ルールとか言って床に落ちたクッキーを食べておやつ3日抜きにされたばかりだよね。仕方ない、持って帰れないなら今食べるしかないわ。ちょっと姉さん、もうそのくらいにした方が。え、大丈夫？なんでもないわ。ちょっとお花を摘みに。姉さん。はあ、間に合ってよかった。さすがに食べ過ぎたわね。ん？どうしてこちらに？私はあまり賑やかなところが得意でなくて。なんだか怯えてるみたい。私が悪役顔だからかしら。ここの庭はすごいですね。花がいっぱいでとても綺麗です。どれもこんなに立派に咲き誇って、よほど良い庭師を雇っているのね。そうだわね、えメアリ様、庭師を紹介してくださらない？これだけ立派に花を育てられる方にぜひ相談したいことがあるの。私です。ここの花を育てているのは私なんです。すごい。一体どうやって？裏技があるのですか？それとも父に秘密が？あのカタリナ様。ごめんなさい。
菜を育てているのですが、なぜかしおれてしまうんです。原因がわからず困っていまして。ぜひお力になりたいのですが、野菜を育てたことはありませんし、お話を聞いただけではなんとも。ではぜひ家に来て野菜を見ていただけませんか。え、こっちですわ、メアリ様。本当に畑を作っているのですね。ええ、見てください、これです。しおれていますね。暑さのせいかと思ったんですが、庭師のトムさんが育てている野菜はちゃんと育っているんです。もしかして何か分かったんですか。確かなことは言えませんが、水と肥料が十分に行き渡っていない可能性があります。植える場所を移し替えて様子を見てみましょう。よし、最初はだいぶ私に怯えていたから、きっとこの悪役顔のせいよ。そんなことはないと思うよ。誰に対してもおどおどした感じだったから。そうなの。うん、きっと家でいろいろあって自信をなくしてしまっていたんだろうね。いろいろって？お茶会で聞いたんだ。メアリ様のお母様はハント家の5歳に入った方らしくて、あまり歓迎された再婚ではなかったんだって。メアリ様はお姉さんたちから煙たがられて悪口を言われて育ったそうだよ。そのお母様も亡くなって、メアリ様は居場所がなかったんじゃないかな。そうだったの。でもメアリ様はきっともう大丈夫だよ。わかるの、キース。うん、まあね。そういえばメアリ様とアラン王子の婚約がそろそろ決まる頃だね。へえ、そうなの。メアリが誰と婚約ですって？アラン王子だよ。ジオルド様の双子の弟の。ああ、第三の破滅フラグだ。それでは作戦会議を始めます。アランはゲームの攻略対象よ。その婚約者と仲良くなるなんて、自分から破滅フラグに近づいてしまったようなものじゃない。まずは情報を整理しましょう。アランは5歳まで病弱だったため、過保護に育てられた俺様王子です。兄のジオルドに対して強い劣等感とライバル心を抱いています。ですがゲームの主人公と出会い、心が前向きになり、ほとんど交流のなかったジオルドとの関係も改善されていくのです。いい話じゃない。感動してる場合じゃないわよ。ご安心を。アランルートでカタリナはほぼ登場しません。代わりに登場するライバルはアランを慕う婚約者のメアリです。ではメアリが国外追放か殺されてしまうのですか。いいえ、ハッピーエンドならメアリは二人を祝福して身を引き、バッドエンドならアランと結ばれます。同じライバルキャラなのにメアリは素敵なキャラじゃない。カタリナだけ扱いひどくない。ダイエツマリオ制作スタッフ、あんたたちも一度カタリナに生まれ変わってみりゃいいのよ。静粛に。そもそもゲームの展開通りになるか分かりません。ご覧ください。え、メアリは緑の手を持っているんだね。緑の手。植物を育てる才能がある人の特別な手だ。君は特別で素晴らしい存在なんだよ。カタリナが言ったことと似ていますわ。というより
丸パクリです。どこかで聞いたセリフだと思った。もしかして先に言ってしまったんじゃ。せっかくの名台詞も2回目じゃ威力半減よ。メアリが恋に落ちないわ。今は様子を見るしかないのでは。そうね。アランは乙女ゲームの素敵な王子よ。一つセリフを取られたくらいどうってことないわ。メアリー、婚約が決まったみたいね。おめでとう。ありがとうございます。私も王子の婚約者になりました。カタリナ様と一緒でとても嬉しいですわ。そう、アラン王子はどんな方だった？とても美しい方でしたわ。それとカタリナ様と同じように庭を褒めてくださいました。おお、褒められてその後は？それだけですが。緑の手のこととか言わなかったのかな？まあ、カタリナ様、もしかしてお聞きになったのですか？ということは言われたのね。そうなのね。はい、カタリナ様に言っていただいたことをアラン様にお話ししましたの。え？メアリの方から？しかも私が言ったって？ええ、カタリナ様からあんな風に言っていただいて本当に嬉しくて、ついお話ししてしまいましたの。そりゃ言えないよね。自分が言う前に先に言われたら。ごめん、アラン。頑張って美味しい実をつけるのよ。お嬢様、王子がご訪問されました。何を慌てているのよ、アン。ジオルド様ならいつものようにここへ来てもらえばいいじゃない。違うんです、ライオン王子のアラン様がお見えです。え、なんで？お待たせしました。遅かったな。突然訪ねてきて何なのこの態度。いやいや、相手は子供よ。精神的には私は17プラス9歳。子供相手に怒っていられないわ。支度に手間取り申し訳ございません。カタリナ・クラエスでございます。アラン・スティアートだ。お前に話がある。何でしょうか。メアリ・ハントのことだ。お？彼女は俺の婚約者になった。知っているか？はい、存じております。知っているなら緑に誘惑するな。誘惑って何ですか？しらばっくれる気か。俺が誘ってもお前との約束があるからと断られ、一緒にいる時もお前の話ばかりだ。お前がメアリーを誘惑しているに違いない。ちょっと何それ、言いがかりもいいところだわ。何が言いがかりだ、純粋なメアリーをたぶらかして。そんなわけないでしょ。誘うタイミングが悪いだけだし、あなたの話がつまらないからよ。本当に魅力ある人から誘われれば女の子はついていくわ。あなたに魅力がないのよ。魅力がない。ここまで面と向かってバカにされたのは初めてだ。今のはつい。いい覚悟だ、カタリナ・クラエス。その暴言を俺への挑戦として受け取る。俺と勝負しろ。なぜ木登り対決を？アラン様が勝負の方法は女のお前に決めさせてやるって言うから。得意なことってこれしか思い浮かばなかったんだもの。ですがアラン様は木登りをしたことがなさそうですが。大丈夫よ、バレないよ。お母様を引き止めてくれてるキースのためにもサクッと終わらせるわ。では始めましょうか。先にてっぺんにたどり着いた方が勝ちですよ。ああ、分かっている。それでは位置について、用意、始め。勝負はつきましたね、アラン様。もう一度勝負しろ。今のは初めてで慣れてなかっただけだ。素人のお坊ちゃまが前世でノザルの異名を取ったこの私に勝てると思うなよ。よろしいですけど、そんな簡単に私には勝てませんわよ。望むところだ。アラン様、次こそは絶対に勝つ。覚えてろよ。カタリナ・クラエス、もう一度勝負だ。勝負だ。今日こそは勝つ。よっ、お前は
これから毎日来るね、アラン様。ええ、なかなか諦めてくれませんね。カタリナ、今日の勝負を。なんでここに。ここは僕の婚約者の家なのですから、いてもおかしくはないでしょう。今日はこいつと勝負するから邪魔をするな。何回もして一度も勝てていないじゃないですか。そろそろ諦めた方が良いのではないですか。ダメだ、まだ勝負はついてない。俺だってできる。俺だって。あのアラン様、よろしかったら勝負の内容を変えさせていただけません？木登りをしているのがお母様にバレそうですので。そういうことなら、では何で勝負する？そうだ、ピアノはどうですか？驚きました、ピアノが弾けたのですね。ええ、それって褒めてるのかな。次はアラン様の番ですよ。別に大したことない。そんなことありません。同じ曲なのに別の曲のように聞こえました。素晴らしい才能をお持ちなのですね。カタリナの言う通り、本当に素晴らしかったですよ。思ってもないくせに。つまらないお世辞はやめろ。心の中では俺を出来損ないだとバカにしてるんだろ。アラン、アラン様。アラン様、俺には才能なんて呼べるものはない。そんなことは。どうせ俺は何もできない、ジオルドの残りカスだ。アラン様はどうしてそんなに自信がないのですか？生まれてからずっとジオルドと比べられて、何をやってもあいつには勝てない。ジオルドにいいところを全部持っていかれた残りカスだと言われ続けて、どうやって自信を持てと言うんだ。向き不向きの問題だと思うんだけどな。どういうことだ？ジオルド様にはジオルド様の得意なものや苦手なものがあって、アラン様にもそれぞれあるのでしょうから、向き不向きがあって当然だということです。ジオルドに苦手なものがあるなんて聞いたことないけどな。ジオルド様の苦手なものなら心当たりにありますわ。え？あれは一週間前のこと。普段冷静な彼があれを見てひどく驚いたのです。きっとあれが苦手なのですわ。あれってなんだ？カタリナ、どこですか？来ましたわ、こっちへ。おい、ジオルド様の苦手なあれとは、あれよ。蛇？ええ、いつか確かめようと思ってポケットに蛇のおもちゃを忍ばせておいたのです。いや、苦手なものってそういう話では。ついに見つけたわ、完璧王子の弱点を。これは破滅の危機を迎えた時にきっと役立つ。カタリナ、ジオルド様、これは一体何でしょうか？それは、まさか婚約者にこんなものを投げつけたりはしないですよね。まさか王子におもちゃを投げつけた罪で国外追放に。木登りやおもちゃのことをクラエス夫人にお話ししなければ。そればかりはお許しを。
本当にお母様に全部喋るなんて。でもいいわ、あのジオルドの弱点を掴んだんですもの。殺されそうになったら蛇のおもちゃを投げてひるんだ隙に逃げればいいのよ。我ながら完璧な作戦ね。これで破滅フラグを